不動産取引の指標となる基準地価が発表されました。都道府県別の上昇率で福岡県は2年連続の全国1位です。福岡県で最も基準地価が高いのが明治通り沿いの天神木村屋ビルです。こちらの黒い布がちょうど1平方メートルなんですけれども、この面積で850万円です。この地点の地価は前年と変わらず、専門家には頭打ちとの見方もありますが、福岡市の商業地の地価は好調です。飲食店が集まる中洲4丁目の調査地点は、新型コロナの影響で去年福岡市内で唯一地価が下落していましたが、上昇に転じました。国交省がまとめた7月1日時点の地価によりますと、都道府県別の平均上昇率で福岡県は全用途と商業地が全国1位、住宅地は2位で、全項目が2位以上となっています。再開発プロジェクト天神ビッグバンや博多コネクティッドの進展を背景に、福岡市が引っ張る形で、福岡県では今回6割を超える調査地点で地価が上昇しました。専門家は金融緩和の継続や円安などの影響で、不動産市場でコロナ禍前を上回る高値の取引が続出しているといいます。まあ、市場全体で見ればですね、もうほとんどコロナの影響はないと言っていいんじゃないかなと。一方、住宅地の地価では福岡市中央区五所ヶ谷が3年連続でトップでした。